木村拓哉フロー、うん、6月のゲストは森山直太朗さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。森山さん、ありがとうございました。じゃあ木村さん、行きましょうか。ギャオですよね、これ。ギャオです行きましょうかじゃなくて、はい、森山直太朗です。あ、どうもありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったですよ。本当にこの楽しちょっと喋りすぎちゃったかなみたいな。いえいえ、もうもっとお話聞きたかったですね。この後もちょっともう少しお話聞かせていただいてもいいですか。え、何がよかったら、あの台本どうぞ。何台本って赤いところ。木村さん、シャープ代々木原&八幡散歩。え、一緒に行くの？いや、もうぜひともこの足で行けたらなと思ってるんですけど。あ、森山さん、ちょっと待って、俺たちは大丈夫だけど、はい、事務所は通した方がいいと思うよ多分あ、木村さんですか、うん、木村さんに一応お話通してるんですよ。あ、じゃあいいじゃないですか。本気でやるんだそれを。森山さん、あの赤い線のところちょっと読んでいただければ。あの木村さん、収録も、終わったことですし、うんうん、お昼ご飯でも、うんうん、どうですか。そんな下手か。そんな下手か。いいですよ、いいですよ、その調子ですよ。木村さん、どうですか。腹減ったね、今。腹減ったね、ちょうだい。腹減ったね、ちょうだい。腹減ったね。はい。僕の、行きつけのお店があるので、うんうん、一緒にどうですか。ぜひ、ぜひ。ぜひって感じです。ぜひいやいや、これ台本でしょ、だから。これ台本。台本。でも、もう今口に出ましたんで。いやいや、本心ではないから、うん、台本だから。でもやっぱりなんか、うん、言葉にすると、はい、言霊っていうか、言霊というかなんか行きたくなっちゃう、ね、おかしいぞ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 。木村さん、お腹空いてますよね。空いてるよ。ですよね。森山さん、お腹空いてますよね。俺めちゃめちゃ空いてる。だってさっきやってる時、腹なんてさ、うん、すごい気づいてる。何度気にしてたの、うん。いや、木村さんと一緒に行けるんだったら、うん、やっぱ俺が町に木村さんを案内できるんだったら、はい、もう絶対俺のソウルフードがあるんで。なるほど、行きましょうよ、これ。代々木上原に、うん、おお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 俺、定時制高校、あの代々木上原で。それ噂に聞いたことある。通ってた。あ、アイドルやりながら、うん、学校通ってた。へ、で近くにいたっていう。今もう跡形もないけどね。そうなんですか、うん、ここら辺懐かしいねみたいなのも含めちょっと行きましょう。やだ。え、なんかうまいな、上手だ。びっくりした、今騙されてる、この気づいて。なんかやだ。やですか。怖い、怖くなってきた。いやいや、行きますか。いいですか、木村さん。木村さん、行きましょう。これ乗りかかった船です。行く。キャプテン、キャプテン行こう。すいません、ありがとうございます。はい。え、直太朗、じゃあ付き合ってくれるんだ、今日。はい、もちろん。やっと、ありました。やっと。すいません、失礼します。お疲れ様です。よし、よし。あ、でも今回は行き先分かってるからいいわ。あ、いつも分かんないんだ。いつも知らないでこれに乗せられるんだ。へえ、うん、ありがとうございます。定時制高校3年間は、うん、上原で通ってたから、はいはいはい、その学生の頃の木村さんをたまたま見かけたってことはないんですか。ないですね、さすがにそれは。うーん、一人暮らしを、はい、東北沢でしてた。うわ、マジっすか、うん、だからギフトをやったあたりだから。え、その辺住んでらっしゃったんですか。住んでた、住んでた。で、じゃあマジで東大裏の方とかってこと。三叉路の近く。え、三角橋のとこですか。そう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 。マジっすか。そう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 。なんだよ、そんな素振り一つも見せなかったじゃないですか。あの辺だったんですよ。素振りって何。いや、なんか俺ちょっとっていう。あ、そうだったんだ。そうそうそう、ちょっと楽しみなんだよ。楽しみですか。あ、わー、ここやっぱそこ。そうなんです、ここなんですよ。なんかここ、まあ、上原は結構おしゃれなお店が
多いんですけど、僕はもう僕生まれた時から生まれる前からか、うん、あるもうこれ食って育ったって。ソウルフード。うん、ソウルフードです。いいですか、もうじゃあ早速行っちゃって。カツ丼サバ、え、お蕎麦屋さん。お蕎麦屋さんです。なのにこんないっぱいあるんだ。そう、お蕎麦屋さんなんですけど、結構お蕎麦以外にもあのいろいろアラカルト充実しておりまして、サバにセット、唐揚げ定食、はい、いやちょっといいですか。あら、すごい混んでいる。こんにちは。お願いします。こんにちは。わ、いい匂い。失礼します。そうそう、ここです。んで、あのお蕎麦系もいいんですけど、うん、僕は、うん、いつも生姜焼き定食、カレーライスもあるんだけど、うん、カレー丼っていうのがあって。カレー丼、うん、カレー丼と生姜焼き定食は抑えたいなと思ってる。でもでもカレー丼と生姜焼き定食は量で言ったら半端ないでしょ。でもまあ2人でじゃあシェアする。それを。そうですね、カレー丼と生姜焼き定食、うん、もうなんかもしもう一品ぐらい行きたいのあればね、倉本さんもいらっしゃるし。いいですか。うん、せっかく。あ、ありがとうございます。失礼します。じゃあ僕、あの直太さんのおすすめのカレー丼。うん、カレー丼美味しいかも。お蕎麦屋なんだけど、うん、お蕎麦屋美味しいですよ、もちろん、うんうん、なんかそれ以外の定食系とか丼物が僕好きで、来れるの嬉しいです。あの、あんまりここで食べること、出前で食べることが多いんで。あ、そうなんだ。カレー丼っていうのはメニューないですよね、でも実際。あのね、よく見て。え、目を凝らすとね、ない。左から。あったあったあった。卵丼の横にカレー丼っていうのがある。あ、ほんとだ。800円。はい。じゃあ、それにしよう。はい。すいません、じゃあちょっと注文いいですか。カレー丼と、カレー丼。あと、生姜焼き定食。はい。カレー丼に生姜焼き定食。で、カレー丼 2つでしょ。はい。もう1個取った。いいですか。カレー丼2つにしましょう。はい。はい、お願いします。お願いします。一番本当はもう今日やりたいのはカレーそばがあるのね。カレーそばの残りでライスいっぱいいく。あ、それが本当はね。じゃあそれにしない。それなんで言ってくれないんですか。でもいや、それもだからやりたいことがいっぱいある。もう間に合わない、パニックだ。もうオーダー入っちゃったよね、きっとね。入っちゃってます。カレーそば頼まない。カレーそばにライスに行けない。ちょっとすいません、カレー丼を1個あれしてカレーそばっていうのを変えること可能じゃないですか。すいません、すいません、ごめんなさい。すいません、ありがとうございます。やっぱこの地元のよしみっていうか、そのカレー丼1つにカレーそば1つ。そうです、はい、カレーそばにあのライス1杯つけてもらってもいいですか。ライスつけて、はい。これ以上の贅沢ある。いや、ほんとないです。ないです。ありがとうございます。ないよ、倉持くん、これ、はい、これ以上の贅沢ないよ、ね、ないですね、これ以上の贅沢ないです、うんうん、これはだからローカルがいてくれる強みだよね。そうですね。まあちょっと今無理強いしましたからね、うん、途中でオーダーを変えるっていうね。いや、それはなかなかですよ。相当お店からしたら嫌な。確かに迷惑ですよ、うん、迷惑。でも木村さんに、うん、今なんか背中押された感じ。木村さんに背中押された感じ。一番やりたいことやれよ。じゃあやれよ。お蕎麦屋さんにカルビ丼って普通ないよ。だってラーメンがあるんですもんね。もう行き着いちゃってます。行き着いちゃってる。そこまで行っちゃってる感じしますよね。とそうね、だから厨房の人のここだよね。そうですね、なるほど。好奇心、好奇心が振り幅、そう溢れちゃってるんですね、もう指先から。でもそのメソッドがもうしっかりしてるから、何作ってもやっぱ出汁が美味しいから。あ、そうですよね。そのベースにこういろいろ、もう生姜焼きとかめちゃめちゃ美味しいですからね。へえ。いや、早く食べたい。もうさすがに代々木上原八幡界隈は来ることない。あんまりないかな。うん、たまーにってか。たまにですよね。いや、こういう機会がない限り、こういう街ブラってあんましなくない？そうですね、うん、残ってる店ももう少ないって言ったら、いろいろ、まあ、あそことかもうないんだろうな。なんすか？パンプキンっていう喫茶店もなくなっちゃったでしょ。パンプキン、場所どちらで？駅出て、だって駅出たところの本屋さんないでしょ。幸福商房ね。ないですね。ほら、幸福商房ないですね。ないでしょ。つい最近、上ですか、下？下の方。うん、上。上なく、もうね。あら、うわぁ。お疲れ様です。あー、カレー丼。で、木村さん、カレー丼。俺でいいの？もう行ってください。もう、
もらうか、横から生姜焼き、うまそう。生姜焼き、俺行かなくていいよ。生姜焼きも行ってほしいけど、ちょ一回ブツ、あ、ブツがいいか。キラキラってしてるやつ、あのキラキラって湯気もね、湯気も結局ほら、この後ブツ取りたいから、それで、待たなきゃいけなくなっちゃったら、今のうちブツやっておいた方がいいと思う。いやうまそう。いやこれはよかった。まあこれもう日本人のもうまずたしなみだ。うまい。味噌汁でホッとする。うん、美味しい。じゃあいただきます。どうぞ。いやいいないいな。どうもスプーンで食うってカレーそばっち。カレーそば、あ、そう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 、これうまそう。うどんじゃなくてそばなんですね。木村さんがカレー丼食ってる。暑いからね。わかる。本当に美味しい人のこの素顔。そうですよね。声が出ない。わかる。わかります。これは本当のやつですね。うん、沈黙こそ雄弁な。そうですね。もう食リポだ。最上級。伝えなきゃいけないからみんな喋ってるんだよね。はい、そうですね。確かに、うん、でも一人でもしいたら、うん、この黙々と確かに食う感じだから、うんうん、だカメラとか回ってなかったら絶対一言も喋んないよね。うん、確かにそうですね、うん、黙々と、うん、ちなみに木村さん伝えるとすればどうな感じですか。あえてね、はい、あえて伝える。あえてその奈緒が言ってた、うん、お出汁、うんうん、もう尋常じゃない方、ほんで、うん、多分お店の方が、うん、これだろうっていう、うん、とろみ、あーとろみだそれ、うん、どんの極みはとろみです、ね、そうなのよ。これはうまいね。マジっすか、うん、嬉しい。うんうんうん、これじゃあ木村さん、これこっち俺食いかけいきますから。うまいね。生姜焼き、うわーな、すごい。おー嘘。はい、ありがとうございます。ブツいきます。ブツいきます。ブツ取った、いただきました。湯気ね、うめえ。これカレー丼、はい、生姜焼きもね優しいんだよな味が。いただきます。これは食べたことあるんですよね。これはちょっと発明に近いかも。間違いない一口で。間違いない。わ、配合もどうぞ。あ、いいな。来たよ。自然に来たでしょ今。はい、来ました来ました、うん、こういうことなの。なるほど。見た今。見ました。じゃすごく自然に今ハイタッチ行ったの、うんうん、もう一回どうぞ。来たよ。ね、うん、こういう三品をさ、うん、シェアできる関係ってあんまないよ、ね、ないから。あんまない。小林で3品シェアしてる人いないから。間違いない。まあそばはもう普通に、うん、あーいいね。うまい。うん、これもうダメ、止まんない。ないよ。完璧。完璧。完璧出ました。ちょっと、いい？あらわざ。やっちゃいますか。それですね。あらわざいい？うん。あ、俺これ以上の贅沢ってあんのかな。全部そば食い切った手。はい。本当はこれそば食ってからだから、ね。はい。多少ご飯もやっぱ表面硬くなってきてたりとかするんですか、その時は。ああ、そうだね。ちょっと乾いてくるご飯にカレーかける、うん、今めんどくさい。ちょっと静かにしてもらって。ごめんなさい。
初対面だけど。来た。もうね、ちょっと木村さん、もう一つ、ちょっともうちょっと広げよう。はい、もうこれでもうどうぞっていう話です。カレー丼とは違うんだ。カレー丼とはちょっと、何が違いますね。何だろう。出た見た今のカレーでもう一回やるスローで。カレー丼には、うん、ネギがない。そうなんですよ。よくわかってるな。よくわかってるね。これにはそうなんですよ。ネギがあるから。このネギがあるから。また風味が全然違う、ね。違うんですよね。もうこれだよ。これですか。これここすっごい嬉しいそれ。なんとかもうちょっと、うん、どうもこんにちは。よろしく頂戴してます。すみません今日突然こういう形になりまして。いえいえ、はい、どうもありがとうございます、はい、お邪魔します。あのお母さんです。それであの僕今日木村拓哉さんです。木村拓哉さん、あのぜひ木村さんが代々木原を知りたいということで、はい、代々木原を知っていただくのは、はい、まず朝日屋さんを通らなきゃいけないだろうということでこちらにお邪魔させていただきました。あ、ね、ありがとうございます、はい、美味しいです。いつも出前などでお世話になっているお兄さんです、はい、あのなんかよくあるなんか小さい頃どうでしたみたいなことを聞いてもらってもいいですか。なんか小さい頃でどういう少年でしたかとかってもしあれでしたら全然。出前が多いっていうさっき、はい、出前多いですよね僕ね、はい、だから直太朗さんが食べに来たのって僕知ってるのは1回ぐらい。えあそうかもしれないですね。そういう自分の事務所も近くてちゃんと来よう。そうですねやっぱり、うん、来よう。どうですか小さい頃は どんな自分で聞くんだ。これはあまり見かけたことない。あ、ちょっと待ってください。そんなに見そうでしたっけ。いやいや、うん、結構いろんなお店なくなっちゃったりしてる中で、本当朝日屋さんと川辺サイクルさんと、はい、ミカツストアさん、遊戯高校はもうない。そう、もう高校はないし、うんうん、やっぱりご存知でしたか、木村さんが遊戯高校に通われてた、はい、そう、どう僕多分木村さんの1個上で多分もしかしたら同級生がなんか木村さんがいるよっていう話を聞いて、あと千代田線使ってました。使ってました。僕1回学生の時にこう電車乗ってるのを見て、あほらえほらいやもう話が荒の方向に千代田線の方向に熱くなっちゃったよ。うまい、超うまくない。すんげーうまい。うまいね。おいしいよね。自分が好意に寄せてるところ行ったり、でも毎日は食べらんないじゃないですか、うんうん、でもたまにこう出前取る時とかってやっぱこの今頼んだ3つぐらいの選択肢が僕の中にあるんですけど、うん、でもやっぱりあの安牌っていうか生姜焼き定食に僕は行っちゃうんで、うん、ちょっとカレー丼とカレーそばましては残りでっていうのっていつもやろうと思って、うん、もう多分15年ぐらいやれなかったことだったんで。よかった、よかった。なんか夢を叶えるみたいなのがなんか テーマなのかな、わかんない、うん、全くない全くない逆にね夢を叶えるっていう意識は全くない。あじゃあ逆にか、うん、じゃあ逆だ、意識してないからか。そうだね、全くなんですね全くちょっとぐらいあってもいいかな。あそこにおめでとうって書いてあるありがとうございます。お母さんに焼きそば作ってご一緒になったことあるそうなんです。俺のお母さんに本当にこちらのあ本当に焼きそば作ったんだうちのお母さん。すげえローカルトまた来て遊び来てね何時ってそんな公民館的なそういうのあるんですけど違うよ、ね、基本でもそういうちょっと下町的なところがあるかもしれないです。実際ちなみに何が良かった、うん、何が良かった、何もう多分花さだと思うけど俺生姜。おおお生姜
なるほど、うん、僕カレー丼です。あ、そう、うん、カレー食べたことない味ですね。俺はね、カレーそばの残りでライス、ライス、あ、多分俺たちあのコンパとかしても絶対揉めないね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。すいません、ごちそうさまでした。どうもごちそうさまです。ごちそうさまでした。満足。この階段昔からあるもんね。あるあるある、ここ昔からあります。昔からあります。あっちあっち攻めたい。あっち攻めてえな、まあ、でも攻めたいんだ。でもこっちも懐かしいぞ、まあ、こっちはこっちでこういった急遽ね、こういうロケになったんで、うん、あのまあ、東京オリンピックじゃないですけど、うん、コンパクトなロケ、はい、コンパクトなロケはすごいそれを意識してる。なるほど、はい、この一通よく使った、はい、俺。あ、そうっすか。こうグッと登ってって、そう胃の頭出る。そう、胃の頭出る。胃の頭、胃の頭。普通みんな胃のヘッドって呼ぶんですけどね、うん、僕胃の頭。木村さん胃の頭って呼ぶ、うん、なるほど。ここです。え、ここ、うん、これなんて読むんですか。雑貨喉ジーベン。あ、ジーベン。ジーベンだ。へぇ、おぉ、こんにちは、おざないます。こんにちは。うわ、でなんかイメージなんですけど、木村さんは割とアクセサリーとか、うんうん、こういう細かい小物とかもお好きなんじゃないかなと思って、うん、今回ちょっと。へえ。あー、なんかいいですね。最近来てなかったからちょっと。結構あれですね、家具よりもこういう食器とか。やってまして、ちょうど今カゴフェアなんですよ、ね、なんでカゴがちょっといっぱいあるっていう感じなんですよね。初めから設計事務所とあのアンティーク家具屋をいっぺんに始めたんですね。で昔はバーもやってたんですよ。うわ、はい、ね、3ついっぺんに始めて、今はあの設計事務所と 1,2 階がショップで、まあ、あとちょっとスタジオもやってるっていう。そうなんですよ、スタジオもやってるんですか。スタジオ、そう、だから何でもなんかここ、なんかこう総合的に面白いお店なんですよね。あれすいいな、流木っぽいな。そう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 、うん、49,000円。はい、49,000円か。どういう自問自答。すごい大きい大きい一人ごとがいる。この辺のアクセサリーもなんかまあ女性ものかな。あの1年の半分ぐらいを旅をされて、あのアンティークの民族の方のアクセサリーパーツとか天然石を使って作ってらっしゃる、まあ、旅する国境なきジュエリーっていうあのストーリーでやってらっしゃるんですね。旅する国境なきジュエリー。揃いましたね。すごい、すごいタイトルだけど重たい。ずっといるんですよ、僕多分こういうとこに。結構長いですよね、いるとね。お話しながら、そうそうそう。よかったね、なんか今すごくカンフィーなテンションでよかった。なんか僕ずっといますよね。そうなんですよ。そうなんですよ。もう続き聞いたら。上は行ってみる？行ってみましょう。よくないですか？設計から始まって家具も興味があって、そうね。でビル一軒持って好きなことやってる。すごいね。バーも当たるんですよ ね、 ね、なんかバー復活してほしいわ、ね、森山さんお茶とかできたらベストですね。最高ですよ。ほー、あーこっちはこっち全然また結構木村さんなんかあんまり代々木上原でこの感じなくないですか。中にないね。意外とこういうお店がポツポツとアパレルも含めて嬉しいね。うん、セレクトショップみたいなのも含めて、あ、嬉しい。これはなんかこうあ、そういうの見つけちゃいます。値札ついてないんだよな。22,000円と1,000円だった。ああ、22,000円だよ。いやいや、妥当でしょ、妥当でしょ。これかわいいな。なんかいいですね。すいません、これください。あ、やった。よし、上原の経済に貢献したぞ。これとかは結構あの家でもこういう風になんか使っちゃってる。かけて、うん、壁に、壁にかけたりとか。これでもナバホのバスケット、うん、綺麗だね。なかなかいいですよね。ね、うんうん、どこに
置き場所を想像しない？こういう買い物するとき、うんうん、しますね。使うんじゃなくて飾るんですね。飾ってる。へえ。俺使っちゃうな。まあでもいいですよね。あのおみかんとか入れたり、うん、ちょっとお菓子置いてあるね。直太朗さんは逆に買わなくていいんですか？うん、まだ地球儀とか興味あるんでしょ？いやいやいや俺一言も言ってないですよ。いいんじゃないですか。ベルギーのフランス語の地球儀なんです。フランス語の地球儀、へえ。そっか、フランス語か。あ、そっか、フランスじゃないですね。フレンチじゃないんだな。会計が税込みで 23,760 円になります。はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。イエーイ。視聴者プレゼントのバカバカ。これ俺だよ。俺だよ。あ、自分のためにご自分のために。そっかそっか。視聴者プレゼントの早速。違う違う違う。のコーナーかと思う。違う違う違う。これ自分の。あ、自分のすみませんすみません。ごめんなさい。ちょっと変な聞き方。自分へのプレゼント。はい。どうもありがとうございました。どうぞ。お邪魔しました。なんかこう自分の一部を知られるようでちょっと恥ずかしいね。ね、あの犬頭のさ。はい。もう真横にさ、うん、できたケーキ屋さんいいよね。どこだ、まあ、あれかな。結構最近高級、高級って言うか、おしゃれな。おしゃれな。あ、はいはいはい。こっち行くと多分ね、代々木八幡の方に行っちゃうんだろうな。うん、やばいやばいやばい、やばい。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。じゃあ結構もう本当に地元だったんですね、この辺ね。っていうか、ここ俺通学路だった。ここ通学路？そこまで？それだもん。あ、そっか。あれが代々木校の跡地だから。そっか。そうそう、ここ通学路。それ恥ずかしいわ。それはちょっとくすぐったいですね。くすぐったい。ね、ほら、ここ完全に通学路。今日スクールゾーン。木村さん、ここ通学路だったんだ。ここは歩いてました。いや、俺剣道の道具はここで買った。え、行く？どうなの？行くよ。はい。こんにちは。おお。無理した。久しぶりです。はい、チーズ。はい。なるほど。よしよし。そんなんですか？